大人になっても発揮できるように、自分らしく輝いて生きていけるように、そんな人間を育てていきたい。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。今回は2020年9月リリース予定の小学生向けのアウトプット型オンラインスクール天才性発掘プロジェクトバースプレイスについてご紹介します。子どもの個性を伸ばしたい、才能を見つけてあげたい、そのような親御さんにとってはお役に立てる情報だと思いますので、最後までご視聴いただければ嬉しいです。このプロジェクトは一言で言うと天才を育てる学校です。天才とは生まれ持った才能や魅力を発揮して、いつでもどこでも自分らしく輝いて生きていける、そんな人間のことです。これまで僕はキッズコーチのプロとして1万人以上の子どもたちと向き合ってきました。その経験を通じて自分の個性や才能を勉強とかスポーツとかいろんな場面で発揮している、そんな子どもたちには一つの共通点があったんです。それはライフスキルです。ライフスキルとは近年非認知能力とも呼ばれていますが、自己肯定感、コミュニケーション能力、やり抜く力などの学校のテストでは測れない目には見えない生きる力です。このライフスキルがないと生まれ持った才能とか魅力、そして学校で身につけたスキルとか知識をうまく社会で発揮することができないんです。例えばどれだけ英語力が高くても相手の気持ちを理解できなければ外国人とコミュニケーションはできません。どれだけダンスの技術があっても自分なんて無理や、自分なんて見られたらダメや、自分に自信がなければいいダンスができません。そうなんです、自分が持ってる力とか学校で身につけた知識、それを生かすも殺すもライフスキル次第なんです。また近年の研究では子どもの将来の年収、学歴、幸福度は IQ 以上にライフスキルが大きく影響するということが報告されています。この天才性発掘プロジェクトはまさにそのライフスキルを高めるプロジェクトなんです。ライフスキルを高めるミッションを通じて一人一人の才能とか魅力とか能力を発掘し、それをうまく学校生活とか部活とか学校を卒業しても発揮できるようにする、そのようにプロジェクトを設計しています。プログラムとしては7日間で500円を稼ごう、目標シートを作って毎日自分との約束を守ろう、憧れのあの人に失敗談を聞こう、このようなアウトプット型のミッションを動画で解説します。そしてそのミッションをやってもらって写メとか動画とかで提出してもらいます。そしてその、やってもらったことに対して、直接 LINE でフィードバックする、そのような流れで学んだことを学校生活で活かせるようにサポートしていきます。月に1回のオンラインライブ授業では普段の動画では分からなかったことを直接質問できたり、このように対話しながらコミュニケーション能力、考える力、そして対話する力などのライフスキルを育んでいきます。このプロジェクトを通じてテストの時だけ輝いている、スポーツをやってる時だけ活躍している、そうではなくて学校で学んだこと、スポーツで学んだこと、そして生まれながらに持っている才能とか魅力を学校以外でも、中学生になっても部活でもコミュニティでも会社でも社会でも大人になっても発揮できるように、自分らしく輝いて生きていけるように、そんな人間を育てていきたい。これが僕の願いです。我が子の個性を伸ばしたい、才能を見つけてあげたい、そして社会に出た時に、大人になった時に自分らしく輝いて活躍できる、そんな子になってほしい。そのように願っている方は概要欄に貼ってあるホームページのリンクをご覧ください。
普段このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん、子供の教育に関わる方に向けて子供の天才性を発掘する、そのことにフォーカスして動画を発信しています。興味がある方は最新動画を見逃さないために赤いチャンネル登録ボタンをポチって押してチャンネル登録をしていただければ幸いです。それでは皆さん素敵な一日を。さよなら。